でも、あ、そっか、聞こえますか、聞こえますかね、喋ってる、あ、そっかそっか。始まりました、リエとイマジネーション、イマジン。最後の最後までエフェクトかかって使い方まだ分かってない。最後まで覚えきれない感じで、今日とうとうリエとイマジネーション、イマジン最終回を迎えます。そしてそして、今日はなぜかカメラ枠が違うぞ。上に映っているのは、那覇国際通り入口近くにございますリラクゼーションルーム魔法の手から山里夏子さんにお越しいただいております。あ、なんか美人さんがもうちょっとしたら喋るから、イエーイ、魔法の手、イエス、ジャス、ジャス。山里夏子でございます。選挙活動みたいだな。ということで、最終回ですので皆さん聞いてください。見れなかった方は YouTube、Ustream ぜひ見てくださいね。ということで、リエとイマジネーション、イマジン始まっております。まずは CM に入らせていただきます。そしたら、もう今スタート押してていいですよね。CD。CM 開けるに、そしたらバッて入るんでした。ちょっと下げてくれる。あ、そっか。そうだ。このマイクは1です。マイク1です。マイク1。はい。触らん方がいいですよね。多分。マイク1。そのまま。ここまで上げると声が入ります。ああ、そっか。あ、じゃあ今上げて。あ、もう最初から入るんだったら上げて。あ、最初から入ります。前回？上げ、あ、いいですか。ありがとうございます。イエイエイエイ、始まっております。リエとイマ、リエとイマジネーション、イマジン。隣に座っている、そして画面上に映っている山里夏子さん、緊張している。こんにちは。こんにちは、デヴィ夫人。こんにちは、夫人が来ました。夫人来ました。あ、デヴィ夫人、今日デヴィ夫人出てこないな。後で振ったら出てくるかもしれない。猫背のデヴィかけてます。どうもどうも。あ、ツイキャスで川江ゆきりんさん、大塚健二さん、はじめまして、は、あ、はつみで埼玉県新座市から見てます。ありがとうございます。そして最終回、あ、皆さんツイキャスコメントいつもありがとうございます。ということで改めて紹介いたします。国際通り入り口近くですね。モノレールでいうとモノレール駅、県庁駅からすぐ近くにありますリラクゼーションルーム魔法の手から山里夏子さんにお越しいただいております。実を言うと私こちらで働かせていただいております。あの、本当にもうこの山里夏子さんに出会ってから、あ、もうまさしくここで働きたいと思いましたし、あのお店に入った瞬間、なんかもう一つ一つの心遣いがもう本当に現わ、にじみ出て現れる空間と、あと元気なスタッフ、もうこんなにもみんな一人一人がいい人たちの職場に出会ったことないって、あの思う職場に私出会いまして、うん、ぜひあの最終回にこの山里夏子さんにこのお店も紹介していただきたいと思いまして、今日ゲストでお越しいただきました。夏子さん、こんにちは。こんにちはです。イエ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 イ。いや、もうなんかその言葉でもううるっときてるんですけど、もろい私です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うるっときて何も喋れなかったら困るよ。大丈夫、大丈夫、それは大丈夫。いや、本当に、ね、山里夏子さん、なんであなたはあの芸能人じゃないんだっていうくらい面白いんですよ。いやいやいや、今日なんかおしとやかぶるかもしれないけれども、いやいやいや、あの、何でしょう、本当にこれをスタートに、なんだこの人はっていうのから評判を招いて、あの、ぜひあの表に出ていただきたいと思うぐらい面白い方なんですね。ということで、あの、なんか永遠に
お互い褒め殺し、ね、懐かしの褒め殺しをしそうなのでじゃあ、リラクゼーションルーム魔法の手のですね、はい、紹介をお願いいたします。はい、本日はですね本当にこういったあの大事な日にですね私お招きいただきまして誠に本当にありがとうございます。またこんなど素人の私にですねこういう本当に海の見える素敵な場を提供していただいたことに本当に感謝いたします。はい、実は本当に瀬底さんって呼ばせていただいてるんですけれども、どうも瀬底リエと申します。リエはちょっと言いづらいですね瀬底さんとの本当に出会いもですねご縁をいただきまして一緒に楽しんで働かせていただいてます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ絶景番号7番私チョスご紹介いただきました、はい、山里夏子と申します。山里夏子でございます、はい、ございます私たちはですね夫婦でリラクゼーションルームを経営させていただいておりまして、ただいま4年目に入りまして、7人のスタッフとともに日々お客様の心身癒しを提供させていただいております。はい、で沖縄はですね美容室もラーメン屋も何もかも多いですね。本当に瀬底さん最近多くなってきて最近もそういった多い中リラクゼーションも多くなってきてるんですけれども多くなってきてますね。それぞれのお店にも色がありまして、うん、まあ、私たちがやっていることはですねアロマオイルトリートメント、うん、アロマリンパトリートメント、ほぐし、整体、フェイシャル、腸トリートメントとですねオールハンドの施術で、皆様の元気をお届けいたしております。あ、いやもうこれもみんな癒されて大変だこれもう大変だちょっとずれましたでお値段はまた3200円からとリーズナブルで提供させていただいております。はいはい、また私たち本当にセラピストというお仕事は、神様からの贈り物だと思っておりまして、やはり初めて会うお客様にですね体の癒し疲れを預かることの重要さを感じてですね日々、向上また共に、お互いが成長し、お客様にもまたお時間以上の心身の元気がお届けできるようにですね初心を忘れず、毎日やりがいを感じてですねこの瀬底さんと山里さんと頑張っております。はい、もうこの選挙だったら私山里夏子さんに1票入れてますね。あぜひご協力を初心を忘れず、はい、本当に、はいはい、思っております。でまたいろいろな心身のリラックスっていうのがいっぱいあると思うんですね。いろいろこの癒し物質が出るそのセレトニンだとかオキシトシンだとかそういった中でヨガもありますしもちろん瞑想もありますし音楽を聴いて癒されることだってあります、うん、カフェに行って気持ち穏やかに美味しいものを食べることだってこれも一つの癒しなんですけれどもまあそんな中からですね当店の魔法の手癒し、五感を癒すということで、うん、まあこだわりの癒しの BGM ですね、うん、そして玄関から入るアロマの香り、だ心を和む空間づくり心がけていただかせております。また施術後の体に美味しいハーブティー、うん、そして魔法の手オリジナル施術でございます。はい、ぜひセーファー歌詞もありますが、はい、魔法の手パワースポット必要な方いらっしゃいましたら、リラックス、疲れを癒し遊びにお運びくださいませ。はい。はい、もう本当にこの言葉じゃ言い尽くせないほど本当に何でしょう、どうせ触ってもらうなら元気な人にみんな触ってもらいたいと思うんですね。もう見ての通り、うん、山里夏子さんもうこんな、いやいやいや、で元気な人に触ってもらうとやっぱり自分も伝染してあと本来の自分の元気さも思い出せるので、うん、何だろう、心の作業があまりこううまく運べないとき、うん、体からリラックスして、うん、何でしょう、心も開放感を味わうその入り口になる一つだとも思いますので、うん、ぜひ魔法の手本当にお越しいただけると嬉しいというか皆さんにとってもとてもとてもいい場所になると思いますので、はい、じゃあ場所などもう一度何だろう、まあ、はい、何かちょっとですね、ありがとうございます。ご案内お願いします。はい、場所がですね、まあご旅行の際、まあ、こちら宜野湾からでしたら、まあ、おすすめいたしますが、場所の方がなんと那覇市久茂地にあります、うん、はい、都会の隠れ家、そうですね、はい、3-9-10そのビル2階県庁駅からまた徒歩2分と、はい、近い立地条件で
お店をさせていただいております、うん、ただちょっと駐車場がないのでちょっとお車の際は近隣のコインパークへ、うん、はい、お止めいただきますよう、そうですね、お願いいたします。で結構何でしょう、観光の方が沖縄旅行終わって最後の疲れを癒しにちょうど空港に向かう最中ですので、この県庁駅国際通り入り口の方にありますので、沖縄に来たばっかりの方がまず最初に移動の疲れを取ってという方もいらっしゃいますし、帰る前に疲れを取ってという方もいらっしゃいますし、とても旅行の際にですね利用するのにとてもいい場所だと思いますので、ぜひあとちなみに何でしょう、自慢じゃないけどっていうか、すんごく予約カツカツな人気なお店なので、はい、ぜひ利用の際には、ね、お電話一本と、お遅刻のないようにとお願いいたします、はい、結構沖縄は車社会なので、うん、予定する時間通りに行けなかったりすると思うので、魔法の手に来るのに限らずですね、うん、結構皆さん沖縄での移動は思いがけないこともありますので、余裕を持って移動とまたご予約をできたら、はい、山里夏子と瀬底里江、お待ちしております。お待ちいたしております。他にも元気なスタッフがお待ちいたしております、はいはい、でちなみに今日オーナーがですねここにはお越しいただいてないんですけども、じゃあオーナーこんな感じです。今日はリラックスをしてということでですね、うん、オーナーとお父さんに手をかけました。オーナーとこんな感じです。ありがとうございます。今日もこれでリラックス、はい、させていただいております。多分本人を知ってる人が見たら本当に似てるって思うと思うんですけど、はい、こんな感じで夫婦ともどもここに共演していらっしゃるような感じで今日はお送りしたいと思います。はい、はいはい、ということで山里夏子さん今日ご紹介ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最終回、他にも紹介したいことありますので、そのまま夏子さんもはい、そのままお付き合いくださいませ、はい、自由に絵を描いたり自由にカメラに向かってなんかなんかなんだろう、カトチャンペとか何でもやってもいいので、はい、コマネチから何から ありがとうございます。いつもね当店コマネチでたまになんかね気合い入れたりとかね、いろんな気合いの入れ方があるんですけど、はい、はい、ということで他にもご紹介したいと思います。川江ゆきりさんが最終回って何、そうなんです、最終今回ね、とりあえず私の目標の半年まずやってみるを達したので、一度離れて自分に集中してまた必ず FM 宜野湾に戻ってきたいと考えております。ですのでリエのこと忘れないで皆さんよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、先週ちゃんと紹介しきれなかったこのくまモン三線、カメラ映るかな、ちょっと待ってください、こっちのカメラか、画像見れない人ユースト YouTube 見てね、これくまモン三線、反射してるな、ちょっと待ってよ。このね、くまモン三線はね、首里のモノレール駅からすぐ降りたところに、シマンチュ工房、シマビト工房と書いて、シマンチュ工房がありまして、そこで作ってるものなんですけれども、この職人さんの比嘉さんの奥さんがですね、熊本県出身の方ということで、熊本と沖縄の友好ということで、このくまモン三線を作ったそうです。何でしょう。みんなそれぞれ のことができることをされているという感じで、とても素敵ですね。で、今回の熊本や大分での震災の時にも、このくまモン三線を使って、歌者のナシルさんもこのくまモン三線を使って演奏されたり、あとひららさんもですね、最近 Facebook で見たら境町でこのくまモン三線使って演奏されていましたね。で、他のお店にも多分くまモン三線置いていると思うんですけれども、シマンチュ工房で作っていますので、ぜひ三線で熊本を元気にすることもできると思いますので、ぜひ九州出身の今三線練習している方、このくまモン三線を手に取ってみるのもいかがでしょうか。電話番号はですね、すごいですよ、なんか狙ったわけでもないのに、0988873483、三線屋さん、これたまたまなったそうです。すごいですね、これはもう巡り合いですね、運命ですね。ということで、シマンチュ工房気になる方は、あとナシルさんの普段使ってるものもこのシマンチュ工房のものを使ってるらしいですよ、要チェックですね。0988873483、三線屋さん要チェックです。
はい、そして前回にも案内しました沖縄ミネラルショーで一緒に出ました、首里のこちらも首里のモノレール駅からすぐ近くの占いアップルさん、本当にモノレール駅からすぐ近くなの で占いアップルさんも本当におすすめで、私がより良い自分を過ごせるためにたくさんのヒントと気づきを与えてくださったあの占い屋さんでもあるので、でも皆さん占いをじゃあ 100% それが当たってるかだとか 100% それを信じる必要があるかって言ったら、それを聞くも聞かないもやるもやらないもその選択するのは結局自分ですので、より良いあの一歩を踏み出すため の参考として私は占いはとってもおすすめです。ということで、あと占い師になりたい方も今なんかあのタロットカードリーダーみたいな、あのなんだろう、占い師になりたい人もなんか講座を今もう作ったみたいなので、結構ですね、あの沖縄ミネラルショーに行って同業の方があの私あの占いアップルによく行くんですとか、同業の方も行かれるぐらいなのでとってもおすすめです。気になる方は、占いアップル首里にあります。占いアップルの電話番号は 098-988-4111。 みんなに幸あれ、イエーイそしてあと時間ねえな、今日なんだてめえのこの T シャツってかなんだちみわってか、これはですね山里夏子さんも知ってますよね。イエーイ、イエーイ、ナオキア最高、 We love ナオキア、フーイエーイ。なお最近なんか見たらあのナオキア T シャツ着続ければビトンになるっていうね着続ければみんなで着ればブランドになる、映ってるかな、ナオキア、イエーイ、I love ナオキア、 We love ナオキア、イエーイ。タイトル、ブサイク下手くそ40代、イエーイ。で、いもたん、よみたん。で、いもたん、よみつわん。はい。完璧なスタッフでございます。魔法の手スタッフも直木屋にやられております、本当に。それぐらいね。直木屋最高。元気がない人は直木屋。皆さんぜひチェックしてください。直木屋は本当に最高で、自分で号外作って配ったりのばらまいたり、自分でゴールドディスクを作って読谷村長に僕がこれを渡すからこれを僕に渡してくださいだとかあの自分がもう世界のヒーロー、世界のエンターテイナーになるっていうね、もうこんなにも自分で自分のことを最大限に楽しんでる人見たことない。あの僕はネガティブなことを全部ポジティブに変えて、本当に自分を最高に光り輝かせてる一人の人としても私はもう心から尊敬している、はい、もう皆さん元気がない人はナオキヤ、カタカナでナオキで、やですね、屋敷のやナオキヤチェックしてください。ぜひもうみんなも元気になると思います。はい、ということで今日は紹介ばっかりで自分が喋りたいことを喋れるかどうか、ということで今ご案内しますが、今日のタイトルは終わりは始まり、今日は最終回を迎えますが、まあ、私の何でしょう、いろんな意味でのスタートをここから迎える意味でも自分により集中できるようにまたあの何でしょう、一歩踏み出したいと思います。そのためにはちょっと一度いろんなこと区切りをつけてみたいと思いまして、なので本当にあの短い半年間でしたけれども、皆さん忘れないで、またリエという文字を見たら皆さんぜひあのまたあリエ出てきたと思って見ていただけると嬉しいです。で私の今後の、活動としては5年後10年後をちょっと目標にいろんなビジョンを考えていて、それに向かっていろいろできたらなと思っています。で、あの以前ちょっと紹介したんですけれども、絵本も私は文章を書いて絵を書いていただいてる子がいて、あのそのこういう本を絵本を出したいって言って、あの出版の担当の方と社長さんは、あのもうこれは素晴らしいということでぜひ出しましょうというお話までなったんですけれども、この絵を描いてくれてるこの子が高校3年生でですね今受験生で忙しいでございます。だからこの子 あのやっぱり人生の受験も邪魔したくありませんし、あの
2人のタイミングがいいタイミングで、まあ、できれば 1,2 年内にこの絵本を出すことができたらなと思います。リエをカタカナで書こうかひらがなで書こうか迷ってるかなぐらいですかね。あと結構 FM ギノワンのこの YouTube ユーストでタイトルリエイで出されてるんですけど、実は1日だけリエにしてやっぱリエにしようと思って、最後は大きい A なので D A じゃなくて D A なので D、小さい大きい小さい大きい A 小さい A どっちだったかな、とにかく E が2つに A が2つです。ということで何かネットで検索したいこととかがあれば、最後は A ですので D A でお願いします。はい、ということで約あと5分だな、どうしようかな。皆さんに今伝えたいことは、伝えたいことというか、皆さん5年後10年後、皆さんはどうしてたいですか？で、今本当にいろんなことが、普通の1年が普通の1年じゃない加速です。ですので、今例えば選挙も18歳の方が選挙権持てるようになりました。で、あんまり選挙のこと政治のことよくわからないって思うかもしれないけれども、そのよくわからないあなたの5年後10年後が今の選択にかかってます、本当に。なので今の選択をしっかり見てください。以前ここでもお話ししたかな、愛の反対は無関心。無関心でいることは結局は自分にも何かしら、そうですね、知らなかったということで、自分にとってとても痛ましい環境にももしかしたらなるかもしれないし、今をしっかり知るっていうことはとても大事です。よく今の政治のこととかよくわからないっていう方は、一応テレビで流れてることとネット上で流れてることと皆さん違うっていうのももうみんなわかってると思います。やっぱり都合のいい悪いことは流しません。メディアで私たちをあまり考えさせ、メディアの流す情報で私たちをあんまりそこまで考えさせないようにしているかもしれませんので、しっかり自分の目で自分の環境、決して自分に関係ないものとは思わずにしっかり見てください。簡単に言ったら5年後10年後戦争する国になるかならないか、戦争するような国になりたくないんだったら戦争をすることをしたくないと考えている政党を選べばいい。まずはそこからシンプルに考えていいと思います。なので、何歳だからというよりも、もう何歳からでもいいから身の回りのいろんなことに皆さんの意思を使ってください。もっともっといろんなことを目覚めさせてください。はい、なのでそうだな、みんなも今からここを、今日のタイトルは終わるや始まり5年後10年後どうありたいか、仕事に対しても何に対しても多分自分がどうありたいか、どういう状態でいたいかっていうのがとっても大事だと思います。イエーイ、ツイキャスでハーマンちゃんさんありがとうございます。終わりは始まり、そうですよね、ありがとう、お疲れ様でした、ありがとうございます。本当に川江ゆきりんさんもいつも本当にありがとうございます。大塚健二さんも本当にありがとうございます。あなたに同感、素敵、ブルガリ、すごいな、ブルガリあ、そう、ブルガリで思い出したんですけど、ウエスタン、何だったっけ、ブランド、イースト、あ、いや、忘れちゃった、まあいいや。ということで、やばい、もう時間が、とにかく今、選挙か何から、今、自分自身を、とにかく自分を知ること、自分を感じることが、イエーイ、リアイマジネーションって。書いてるんですよ、あ、カメラに向けてください、はい、ということで本当に自分のちょっとした勇気、幸せでいることってちょっとした勇気が必要だと思うんです。だから不幸でいることっていうのは、つまりは楽をしてる、いろんな言い訳をして周りとかいろんな環境とかのせいにして、だけど姉さん落ち着けてきた幸せでいることっていうのはちょっとした勇気が必要ですので、勇気を持ってもっと眠っている自分を生かしましょう。絶対いろんな今の環境に言い訳して、今の環境がこうだからで、絶対これまでのはずじゃないはずだ、絶対みんなの能力が世界を救うので、みんなのやり方で、なので、ね、マルチーズロックでも書かれているように、一人一つずつの宝を持って、本当に一人一つずつの宝を持ってね、みんなができることをそれぞれがあれば絶対いろんなことが変わってくるはずです。
ですので私もその自分の中にある宝を磨けるように、旅に出る気持ちで、まあ、ずっと沖縄住んでますけどね出かけたいと思います。ということで本当に、半年間皆さんありがとうございました。心から感謝申し上げます。ど素人の私にラジオを経験させていただいた FM ギノワンさん、そしてプライベートでも応援してくださっている、魔法の手スタッフの皆さん、視聴者の皆さん、家族友達みんなありがとう。いえ、はあ、まさかな感じ。今後のですね、はい、イマジネーションリーエイの成功を願っております、はいはい、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい、泣きそうありがとうございます。皆さんありがとうございます。なんかみんなの気持ちが今ここに乗ってますありがとう。ということでですね、毎週木曜4時からリエとイマジネーションイマジン始まっておりました。今更気になった方は YouTube、Ustream 見てください。ということで今日ゲストにですね、リラクゼーションルーム魔法の手から山里夏子さんにもお越しいただきました。未来を、みんなに光を照らす未来の芸能人。未来の有名人。大げさ大魔王です。大げさ大魔王。瀬戸子さんはいつも大げさ大魔王です。じゃ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 ん。ということで本当にここで出会った皆様ありがとう。みんなに幸あれ。ありがとう。またまた必ず会いましょう。バイバーイ。ありがとう。ありがとうございます。本当に瀬戸子さんあっという間30分なんですね。そう。ありがとうございます。なんか私なんかいざなったら言葉飛んでるよ。全然全然。